戸塚古墳は、奈良県高市郡飛鳥村坂田にある古墳。形状は宝墳。国の史跡に指定されている。別称を、金鳥塚とも。6世紀後半の築像で、蘇我稲目の墓と推定する説がある。類例のほとんどない、階段ピラミッド形状を持つ古墳として知られる。くだの階段上席、石塚の霊韓国ソウルと区別し、石村堂の、石村堂4号墳。 奈良盆地南東園、飛鳥村中央部の石部太古墳の南南東約400メートルの尾根城に位置する大型方墳である。1967年に関西大学文学部考古学研究室による調査が2013年から2014年度に飛鳥村教育委員会関西大学文学部考古学研究室による調査が実施されている。墳形は方形で 復元規模は、東西41メートル、南北42メートル、高さ4.5メートル以上を測る。墳糾表面では、階段状に積み石がなされ、各段0.3から0.6メートルが、計4段以上あったとされる。このような、階段ピラミッド形状は日本では、類例がほとんど知られておらず、5世紀頃に、高栗、くだらで見られる。 海岸上石石塚との関連が指摘される。墳丘周囲には集合が巡らされており、この集合は幅1.0から1.5メートル、深さ0.4メートルを測る。埋葬施設は両袖式横穴式石室で南西型に開口し、石室長は約12メートルを測る。石室内部には栗抜き式形石棺が据えられたほか、木棺の追葬が推定される。 洞窟にあっているため、服装品のほとんどは散逸している。この戸塚古墳は、古墳時代後期の6世紀後半の築造と推定される。その築造には、約3万人が関わったと推計される。一帯は、アスカ時代において、蘇我氏が勢力を持った地域とされており、蘇我馬子の墓と推定される石舞台古墳や、孫の邸宅と推定される、島小遺跡などが知られる。 本古墳についても、石舞台古墳より、やや遡ることから、孫の父の疎外なめぼつとする説が挙げられている。また、当時は、前方後円墳の終焉から、定型化大型がった方墳への過渡期であったことから、前方後円墳に変わる、次の形式を模索する過程で、本古墳が、中国、朝鮮半島の石石石塚を参考にして、築造されたとする説がある。なお、 噴休、石室では、後世の地震によるとみられる地割れや、石室の亀裂も認められている。古墳域は2017年に国の史跡に指定されている。原室内部中央に栗抜式系型石管。埋葬施設には、石英戦力岩による両袖式横穴式石室が使用されている。石室の規模は次の通り。原室中央には、 二条山産業界岩性のくり抜き式形石棺が据えられている。この石棺は、棺身長2.23メートル、棺身幅1.46メートル、棺身高位置、08メートル、総高1.72メートルを測る。また、寒台が存在することから木棺が追溶されたと見られている。この石室は、洞窟を受けたため副葬品のほとんどは散逸しているが、 調査により、鉄製品などが発見されている。なお、石室の開口方向は石部太古墳石室の開口方向と同じである。主な出土品は次の通り。ありがとうございます。